岩花稼働橋は、広島市東区にある鉄道橋。1974年度僕が書いた中賞、作品部門受賞。1973年12月完成。広島駅から山陽新幹線広島車両基地への引き込み線の橋であり、広島県道84号東海電広島線の上を通る湖泉橋である。鉄道におけるトラス構造の プレストレストコンクリート橋のパイロット版として、竣工した橋である。橋には大きく分けて、公共とコンクリート橋の2種類あるが、近代までのコンクリート橋は、列車荷重や振動荷重に対応とすると部材が厚くなり、経済性の面から長大化には風向きだったため、長い鉄道橋には、公共が採用されていた。ただ公共にも、防錆塗装などの維持管理費の面や、 列車通行時の騒音問題などデメリットが存在した。ちょうど岩花稼働橋が計画された1960年代後半は、高強度コンクリートを用いた PC 橋により、長大コンクリート橋の施工事例が増えてきた時代で、さらに高度経済成長期の中で、騒音対策及び保守の省力化の面から、市街地では公共が不利であったため、日本鉄道建設公団は、 pc 橋の長大化の可能性について研究していた。そこで、pc トラス橋のパイロット版として、立地が広島の市街地であるため騒音対策として、下に道路が通るため桁下制限のため、下地式として、この岩花稼働橋が架橋された。なお、同時期に、パイロット版として竣工した他の pc トラス橋は、九じ線整備に伴い佳橋した大田タ部橋梁と、 赤川鉄道橋であり、つまり岩花火道橋はそれらと違い新幹線を想定した下地式トラス橋として国内初の試行事例ということになる。ありがとうございます。